17はさらに進んでいきますよ。おイギリスの三角貿易に対して、秦は林則徐っていうのを派遣してですね、この人物がアヘンを処分して、それがイギリスに今喧嘩を打った形になって、アヘン戦争です。そしてアヘン戦争の結果、南京条約が結ばれるんですが、これではどうやら不十分だったみたいですね。あれ、アヘン戦争の後すぐにアロー戦争という戦争を、イギリスが吹っかけるわけですね。今回はこのアロー戦争について、勉強したいと思います。そしたらですね、このアロー戦争を勉強する前にですね、なんでアヘン戦争じゃ不十分でもう一回戦争を起こさなきゃいけないかと言いますとですね、この5つの港が南京条約で、開港された港です。そしたらですね、この5つの港は全部中国のどっちかというと南の方に位置していますね。南の方に位置して、上海、寧波、福州、アモイ、広州と。で、皆さんにお聞きしたいのは、中国でその一番人口が集まっているところ、中国の首都、これはどこですかと聞くと、皆さんは、そりゃ、北京ですよと答えますよね。しかし上海、寧波、福州、アモイ、広州、この5つの都市は、開港された都市は北京から遠いですよね。イギリスは考えますね、北京にほど近い天津、この天津という町を開港すれば、開かせれば、じゃかじゃか中国に物が売りつけられるじゃないかと。この5つの港は南にありすぎ、北京における天津ですね、例えば東京だと横浜みたいなもんだ、東京の人たちに物を売りつけるには横浜港を開かないとダメだなって思うような感じだ。北京の人たちにじゃんじゃん物を売りつける、あへんかもしれないね、じゃんじゃん物を売るには天津を開かせないといけない。そのためにはアヘン戦争で開かせた5つの港はまだ不十分で、もう一回戦争を起こして天津という港を開かせよう、このように思ったわけです。
はい、第二次アヘン戦争とも言われるアロー戦争ですね。まあ、このこう原因というかですね、イギリスが何を目当てにもう一回戦争を起こしたかというと、ヨーロッパ諸国の利益が不十分、特にはい、特に天津ですね、北京の玄関にあたるね、北京の港、東京の横浜のように北京の天津、この天津という港をなんとか開かせたい、だからもう一回戦争を起こしたいわけですね。この戦争のきっかけになったのがアロー号事件と言います。はい、まあ、アロー号という船がいてですね、アロー号、これは中国の船だったわけですね。中国、そしてこのアロー号の中にですね、これは港にね、泊まっていたアロー号という船なんですが、このアロー号の中に中国人のそのゴロツキですね、まあ、密貿易を行ったりするゴロツキがアロー号の中に潜んでいたわけですね。どこの港ですか？広州の港ですね。広州の港でね、でただこのアロー号というのは、ね、アロー号という船はですね、イギリスの旗を掲げて偽装しているわけです。中国人のゴロツキがアロー号を なんというかアジトにしていて、これをまあゴロツキの連中だっていうふうに、まあ、思わせないためにですね、イギリスの旗を掲げて、イギリスの船だよっていうふうに偽装しているわけです。ただ、ね、この偽装がバレてですね、中国のその真の役人がこのアロー号に踏み込むわけですね。いやいやお前ら何をやってるのか、密貿易かなんだ、ね、そしてこの中国人のゴロツキは、まあ、悪いことばっかりやってたので、そのまましょっぴかれていくわけですね。そしたらこの真のお役人ですね、真のお役人、最後にとんでもないことをやらかしたわけですね。そしたらこのイギリスの旗をですね、ついでにこれもちょっと叩き沈めてしまえっていうことで、イギリスの旗をバキッと折って、イギリスの国旗をバキッと折って海に捨てるわけですね。うん、ということで、この中国人がイギリスに偽装した、その偽装の国旗を、まあ、このゴロツキを摘発した時に、まあ、ついでに投げ捨ててしまった、このことが開戦の理由だって言って、イギリスはまた戦争を起こすわけです。アロー号事件をきっかけに、イギリスは今度はフランスも誘いますよ。イギリスとだけでもアヘン戦争を負けたのに、今度はフランス軍も乗っかってくるわけだから、これは勝てるわけがないね。なので、分かりました分かりました。
天津条約という条約で、一旦休戦になります。まあ、だから清とイギリス・フランス軍が戦っていて、それで天津条約で、一旦、これは戦争をやめましょうということで、じゃ あ戦争が終わりだということで、イギリス・フランスが帰っていくわけですね。うん、そうすると清はこの帰っていくイギリス・フランスを見てですね、おひょっとしたら今がチャンスじゃないの、お今イギリスやフランスたちは私たちに背を向けて帰っているわけだから、後ろからやっちゃえばいいんじゃない的なことでですね、清はイギリスやフランスの後ろから発砲し、再び、戦闘状態に、突入したわけですね。天津状態条約で一旦休戦から再び開戦、そうしたらね、後ろから攻めるもんではないですよね。イギリス・フランス軍は北京を占領してしまうわけですね。そしてそのついでにですね、庭園である圓明園、を破壊、ね、カスティリオーネっていう人が作った非常に美しい庭園を散々めちゃめちゃに破壊するわけですね。これでですね、怒ったイギリス・フランスね、だって帰ってるところを後ろからドンってねやられるわけですから、それは怒り心頭ですね。北京条約よりもさらに厳しい、ごめんなさい、天津条約よりもさらに厳しい北京条約という条約を結ばせます。上に書きましょう。天津条約ぐらいで許してやろうって言ってたイギリス・フランスがさらに後ろからドーンって攻撃されたもんだから怒っちゃって、さらに厳しい北京条約、を結ばせます。はい、内容はもちろん最初に挙げましょう。一番やりたかったことは天津を開かせたいっていうことでしたね。北京条約のやっぱり一番の目標は天津など11校の開校ということで、挙げていくといいと思います。もう北から南まで11校ですね。前の5校と加えると16の港を開かせたわけですから、これは商売がしやり放題ですね。
香港島の島の今度は次はここですね。九龍半島のしかも南部、これももらっていくよっていうわけです。そして、これはきついですね。イギリスもやるもんですね。今まで密貿易の形をとっていたアヘン貿易を公認させる、もうアヘンを大っぴらに中国に売りつけるようになるわけですね。天津を開かせ、東京に対する横浜みたいな北京の近くの天津を開かせて、そこにアヘンをズドンって、こう売り込むわけですね。これで、中国ガタガタになりますよ、ね。そのようになります。このタイミングで清は清はここに来て初めて総理各国事務衙門という役職を置きます。これは外国との交渉を通する役職ですね。外国と お付き合いをする役職です。それまで中国っていうのはどの王朝も中国が一番で、それ以外の国を下に見ていましたから、外交って考え方は今までなかったんですが、初めて、ここに来て初めて外交をしなきゃいけないなっていうことで、その外交事務官庁ですね、これを置いたわけです。このロシアとの関係、上に書いていいですかね。また段取りが悪いとか言われちゃうけども、いいでしょう。ロシアとの関係ですね。
談笑が長くなりましたが、ロシアは中国に対して、じゃあイギリスはね、アヘン戦争、アロン戦争によって、ですが、ロシアも北から同じように中国を圧迫していたところです。海軍条約、あるいは北京条約によってガバッガバッと領地を取っていくわけですね、先生と。ネルチンスク条約とかキャフタ条約とか昔聞いたことがあるけど、この海軍条約と北京条約とは違うのっていう質問が出そうですが、このネルチンスク条約やキャフタ条約は、国境を決めておきましょうねっていうことで、 A さんと B さんがいたらここがラインですよっていうふうに決めたっていう条約です。しかしこの海軍や北京は明らかにその中国の領土をもぎ取りに来た条約であるというふうな認識をすればいいんじゃないかなと思います。特にこの北京条約は先ほど書いたイギリス・フランスの北京条約と同じタイミングで結ばれています。なぜならですね、そのシーンが帰っていこうとする英仏の後ろからズドーンって攻撃したじゃないですか。イギリス、フランスはすごく腹が立ったわけです。もう条約とかそういうレベルじゃないと、カチンカチンに腹が立っていたんですが、そこをまあと割って入ってきたのがロシアです。ロシアは中国とイギリス、フランスの仲介をまあってやって、分かったとね、真分かったかいとね、イギリス、フランスを背中から襲ったらとんでもないことになるんだよとね、私が間に立って収めますので真ね、真さんね、領土をくださいなっていうことでもらったのがこの北京条約です。沿海省は非常に美味しい土地でですね、このウラジオストックっていう、今ウラジオストックっていう町のことです。ウラジボストーク、東を征服せよっていう名前なんですけれども、そういう町を作ったわけです。このウラジオストック、ウラジボストークは都市の名前ですね。はい、いきます。もう一つが条約ですね。国境を確定させるということです。はい、アロー戦争と北京条約、そして北京条約に絡めて北から圧迫を強めるロシアとの関係をお話ししました。ちょっと地図を書いて確認しようと思うので地図を仕立てました。ロシアと中国の間にまず結ばれたのが、ネルチンスク条約という条約です。そして、ネルチンスク条約は大港安嶺っていう山沿いに結ばれた条約、そしてその後結ばれたのがキャフタ条約です。これは OK ですね。これはこの状況です。例えばピョートル一世との時代とかの時代に国境を決めるための条約ですね。それから先いきますよ。海軍条約、海軍条約からはズバッといきます。
ズバッと国境を決めています。はい、海軍条約、これは川の名前が黒竜江という、川があります。そして、この領域ですね、この沿海州、まさになんかちょっとデコって、おでこのように出てて、この、なんと言いますかね、その海に沿った州であることが分かりますよね。ここを手にしたのが北京条約です。で、入り条約って何か、入り条約は向こう、入りはずっと向こうです。なので、ネルチンスク条約とキャフタ条約で決まっていた国境を海軍条約でズバーン、北京条約でドカーンっていうふうにもぎ取ったということです。で、この付け根にですね、沿海州の付け根に ウラジボストークですね、東を征服しろっていう名前、の町ですね、これがロシアのそのどん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 ね、領土を拡大するんだっていう拡張志向を表している名前だと思います。地図は手元の資料集などを見て、必ず確認してください。今回はここまでです。